皆さんこんばんは、広瀬優です。はい、今日はヨガをやりたいと思います。はい、で、今日はですね、ゆるヨガ、体が硬くても OK な、ゆるヨガは、ゆるヨガ5個やりたいと思います。で、じゃあまず1つ目、呼吸改善のヨガをします。魚のポーズ、松屋アーサナっていうポーズをします。はい、ではまずこんな感じですね。見えますか？よいしょはい、まずはですね、首や背中の筋肉が伸ばされ、慣れてくるととても気持ちのいいポーズだそうです。いいですか？まず両肘を背中の中心に引き寄せていく。で、胸を天井に向かってゆっくり引き上げる。で、ゆっくり呼吸しながら体勢を戻す。はい、やってみます。まず両肘を背中の中心に引き寄せていく。両肘、こういうことか。で、なんだっけ、胸を引き上げていくんだっけ。で、こんな感じ、こうやって、で、一呼吸置いてまた戻す。で、これを5回繰り返します。3、4、5、はい、こんな感じですね。呼吸を意識してやります。はい、では次、じゃん好きのポーズ、ハラアーサナっていうポーズです。このポーズはむくみ、内臓活性化、腰痛、冷え性に効果があると言われているポーズだそうです。ではやってみます。よいしょ、はい、また戻して、で、両足を空に持ち上げる。で、足を頭の向こう側に下ろしていきます。組んだ手をほどいてゆっくりと元の状態に戻す。まずは両足をこう持ち上げるんだって、こうやって、で、空の方まで、あれちょっと頭で、足を頭の向こうに下ろす。こういう感じ下ろす。で手は戻す。これをキープ。これね、つかないんだ。空に持ち上げるんだって。床についちゃいけないよ、足。ちゃんと、この状態。見えてないし。足の方ね。こういう状態。で、戻す。これ、5秒。1、2、3、4、5。はい。でも確かにあったかくなるね。いう冷え性だからさ、確かにポカポカあったかくなるかも。よいしょ、では骨盤の引き締めいきます。いいですか？鷹のポーズ、ガルーダーサナらしい。腕と足を絡ませるこのポーズは肩こり解消、集中力アップ、骨盤の引き締め、二の腕の引き締め、やばいねに役立ちます。で、腕を絡ませ、さらに足を絡ませる。ポーズが完成したら反対側も同様に。やばいな腕を絡ませ、足も絡ませ、やばいね。なんかね、こういう状態、こういう感じ。腕も絡ませ、どういうこと、こういうこと、足も絡ませ、
足こんな感じで、え、むずいよ、むずいむずいえ、むずいむずい、え、絡ませて、こうで、で、こう、絡ませて、このポーズ、よくわかんないけど、これが、ガラアス、よくわかんない、これらしい。うん、まあこんな感じ。よくこれはわかりません。家もよくわかんない。ん？こういう感じで、高で、で、反対側、反対側かな？これ、このポーズ、キープ。オブ、はい。1、2、3、4、5。はい。よくわかんない。なってんのかな？引き締めになってる？でもこれ、この、これはいいよね。この、なんか、このひねり？ね、二の腕のこのひねりはいいよね。なるなるなる。うん、ふん。まあいいや。まあ、次行きまーす。次、冷え性改善のポーズらしいです。肩立ちのポーズ。サルバンガーサナ。すごい名前だね。三大ヨガのポーズの一つとされているらしいです、これ。代表的なポーズ。いいですか？体と床を垂直にさせてポーズさせる。で、背中を支えながら頭の上の足を天井に向けていきます。お腹と呼吸に意識を集中させていく。いいですか？やりますね。こんな感じね。見えるかな？見えてる？これで、背中を支えながら頭の上の足を天井に向けます。こういう感じ？これ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 。これ、あ、で、ちょっと待ってね。そうだよね。うん、で、こう、ほっ、そう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 、これ結構大変なんだよ、これをね、キープ、足を天井に向けて、天井見えてな、ね、こういうこのポーズ、あ、やばい、これ5秒え、キープ、せーの、1、2、3、4、5、はい、で、これね、慎重に下ろさないといけないので、ゴンっていっちゃうからね、このポーズ、はい、はあ、結構きつい。肩こり改善、牛面のポーズ、ゴームカーサナっていうポーズだそうです。ゴームカーサナのゴーは牛、ムカは顔という意味だそうです。で、肩こりや呼吸改善が期待できると言われています。はい、足を重ね、足の甲を床につける。こうね、見えるかな、こういう感じ、これ足の甲、よいしょ、見てね、足の甲こういう状態、ここの足の甲を床につけて、床につけて、で、これで、背中と背中を合わせる。むずいね。あと背中。これで合わせて、で、これを5秒キープ。せーの、1、2、3、4、5。え、次反対側。いけるか、反対側いけるか。よし、いけた。じゃあ5秒キープ。せーの、1、2、3、4、5。はい。ね、硬い人は、ね、なんだっけ、これでも言いそうなので、頑張って、ね、届くように、するといいと思います。はい。な感じかな？今日5個やった。いいや。うん。はい。な感じですね。あー、いい汗かいた。はい。はい、じゃあまた次、もう5個なんか10個あるうちの今日5個やったので、またあともう5個今度アップしますのでよろしくお願いします。じゃあ終わります。バイバーイ。